マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはさつまいも大好きだけども糖質が高いからダイエット中は我慢我慢でも食べたいななんて思いませんか？大丈夫です。ダイエット中でも痩せるさつまいもの食べ方ってあるんですね。もしあなたがダイエット中さつまいもを我慢しているとしたら、たとえダイエット中であってもさつまいも美味しく食べながら綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。痩せるさつまいもダイエット法についてお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜさつまいもダイエットで痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、痩せる美味しいさつまいもの食べ方、具体的にお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜさつまいもダイエットで痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイント3つあります。1つ目、あなたの腸内環境が整うからなんですね。豊富な食物繊維のおかげでお腹すっきりデトックス、老廃物さようならということなんですよね。そうするとやっぱり腸がピカピカに綺麗になれば代謝が上がって根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんですよね。そのポイントはね、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちが増えてくれるからなんです。痩せ菌たちは食物繊維が大好きですので、しっかりとこのさつまいも食べることで食物繊維を痩せ菌たちに与えてあげることができるんですよね。それでは痩せるポイント2つ目は栄養価がめちゃくちゃ高いです。これすごく大事。痩せたければ栄養です。逆に栄養不足の方っていうのは太ります。なぜかというと痩せるホルモンの材料は栄養ですよね。そこをしっかりと取った方が痩せますよということ。しかもさつまいもはビタミン B1 がとっても豊富なので、簡単に言うと燃えやすい体になる、代謝が上がりやすくなるんですね。そこがさつまいもダイエットのポイントです。では3つ目のポイントはこちら、温度が大事なんですね。温度なんだって思われた方いらっしゃるかもしれませんね。さつまいもはですね、ダイエット効果が高いんですね。ただしこの温度、調理法になりますけれども、調理法を間違うと太ってしまうんですね。そこをさらに詳しくお伝えしていきます。では2つ目の項目です。ここからは痩せる美味しいさつまいもダイエットの、作り方、食べ方ですね、注意点をお伝えしていきますね。まずは実はさつまいもダイエット効果がありますよと先ほどお伝えしましたが、注意点、結論から言います。長時間じわじわっと加熱したさつまいもは逆に太るんです。なぜかというと血糖値が急上昇しやすくなってしまうものに変わってしまってるからなんですね。逆に言うと、もともとさつまいもは低 GI 食品といって血糖値の急上昇を、抑える効果があるんですよ。ところが焼き芋みたいに何時間もかけてじわ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 温めたさつまいもっていうのは太ります。高 GI 食品になってしまうんですね。白米とかと同じぐらいのものになってしまうんですよ。ということはさつまいもいいぞと思って食べたけれども、実は太るもと、白米と同じぐらいの糖質になってしまってますよってことなんですね。ですからよく白米とかパンの置き換えでさつまいも食べてダイエットしましょうっていうお話ありますけれども、ここを間違えてしまうと全く効果が出ませんから気をつけてください。ではどうやって食べたら痩せるんでしょうか、そのポイントを今から具体的にお伝えしていきます。ポイントは結論、冷まして食べるんです。これが大事。まず温めたさつまいも、焼き芋もそうですけどもね、特にじわじわと長時間温めてしまったものは太りますよね。それを一旦冷ましてから召し上がっていただくと痩せ効果がアップするんです。さあなぜかというと、こちらレジスタントスターチが働くからなんですね。これが一旦冷ました時に出来上がる成分なんですよね。でこれが出来上がると何がいいか、腸内環境も整えてくれる、しかも内臓脂肪の蓄積も抑えてくれる、血糖値の急上昇も抑えてくれる、で便秘改善効果もアップということで、同じさつまいもなのにもかかわらず一旦加熱したものを冷まして美味しく食べるだけで、もうこんなにも違いが、歴然としてありますよってことなんですよね。そして痩せる食べ方のまとめです。ここから
長時間加熱したさつまいもはダメですよ、一旦冷やしてから食べましょうでしたね。プラス味付けも大事です。例えば、大学芋みたいにね、揚げてあるわ、お砂糖まぶしてあるわって、あれは太ります。だからそういった調理法はダメです。でしかも、長時間加熱してしまったとしても一度冷まして食べます。ここポイントなんですが、そうは言ってもね先生って、さつまいもの冷たいのあんまり食べたくないという方もいると思います。大丈夫です。じゃあどうしてもあったかいさつまいも食べたいなって常温に戻したのじゃなくてね、やっぱりちょっとほかほか食べたいっていう方はまた長時間かけて加熱したらダメなんですが、もう短時間レンチンです。ギャッとねってレンチンでね、短時間で加熱するとこのレジスタントスターチがね、そば壊れませんから、もうぜひね、どうしても温め食べたいなっていう場合は短時間のレンチンで軽く温め直して食べてみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回のさつまいもダイエット法のまとめポイントは、食べてもいいけれども冷ましてから食べましょうでしたね。ここがポイント。レジスタントスターチの効果を最大限に利用して美味しく、ね、私も大好きさつまいも、美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せていきましょうね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントいただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。